はい、ありがとうございます。オフィスビットブレイク足立明穂です。今日はですね、2011年1月10日ということで月曜日、成人の日ですけれども、なんかね、この辺京丹波町ですけども、雪が朝から結構積もっててですね、なかなか外に出たいような気分ではないです。まあ、かなりもう溶けてはきたんですけれども、朝方はね、まあ、いっぱい積もってて、みんなゆっくりゆっくり道路を走ってました。まあ、つるんと行っちゃいますからね、こんだけ降っちゃうと。で、あとノーマルタイヤでは絶対走れないですから、かなり雪積もってたんで、しかもなんていうの、パウダースノーのサラサラ雪がどっさり積もって、まあ、ふわふわなんであれなんですけども、20センチぐらい積もってましたね。まあ、すぐ溶けちゃうんであれですけども、ただまあねえ、もうずっとなんか年末から雪ばっかりですけども、さてさて、ですね、今回はシックスセンステクノロジーは使えるのかということについて話をしたいと思います。まずですね、これを話そうとした経緯なんですけれども、実は新年早々1月7日にですね、南半球オーストラリアに在住の、マッカイ清美さんという方とですね、スカイプで対談しつつ、それをユーストで、番組として配信するというのをやってたんですね。で、まあ、IT とかソーシャルメディアとか、そんな話をいろいろこううだうだ笑いながらやってたんですけども、で、その中ですね、質問がありまして、その中でシックスセンステクノロジーはいつ頃実用になると思いますかっていう話があったんですけど、私がちょっとですね、シックスセンステクノロジーをちょっと勘違いしてて、全然違う話をしてたんですけども、それで、あ、ちょっとそれはまずいなと思い直しまして、で、それに応える形で今回この、セミナーをやろうと思います。で、さらにですね、実験的に、リンクとシアターというものがあるんですけども、これをですね、でも配信しつつ、さてどれだけの人がこう見てくれるかというのがあるんですけども、それもやってみたいなと思っています。で、リンクとシアターについてはですね、今、ソーシャルストリームの方、ちょっとこれをやると画面にちょろっと出てきちゃうんで、よいしょ、こっち側に移して、ですね、ソーシャルストリーム、こっちに、リンクを流します。ユースト見てる方、ユーストの画面を見てる方は、今、私がツイートした URL、こいつをクリックしてくれれば、リンクとシアターのページに、行きます。で、リンクとシアターの方ではですね、これちょっと面白いなと思ってるんですけど、その、ツイッターでログインしてください。ツイッターのアカウントでログインできるようになってます。画面の、右上の方にログインっていうのがあると思うんですけど、それでツイッターのログインで入るとですね、自分のアイコンがその画面の中にこうひょっとこうね、観覧席の方にこう出てくるんですよ。で、さらに、ですね、そこで、私の話が良ければ投げ銭も投げられると。まあ、無料でね、0円で0ポイントで、使えるアイテム、クラッカーとか紙テープとかもあるんで、そこら辺もちょっと試し的にどんな風に動くのかっていうのを見るの、その辺はね、何もお金もかからないんで、無料で使えますから、ちょっとその辺もですね、やってみていただければなという風に思ってます。そういうのもね、いろいろこう新しい試みもやっていかないとと思ってまして、そのあたりぜひですね、ログインしてもらって、ツイッターのアカウントだけでログインできますから、やってみてください。ちなみに、リンクとシアターっていうのは、これ日本の会社、祖父母の孫正義さんのですね、弟さんの孫泰蔵さんっていう方がいるんですけども、泰蔵さんがやってる会社です。リンクとシアターっていう。これからですね、本当にユーストを使ってこういうものが出てくると私は面白いなと思ってるんですけども、まあ、それはちょっと今回置いといて、では、本題のシックスセンステクノロジーの方に入りたいと思います。前振り長いっすねさてさて、シックスセンステクノロジーですね。シックスセンステクノロジーってそもそも何ぞいやという話なんですけども、これは MIT のメディアラボにいるプラナフ・ミストリー博士、インドの先生なんですけども、インドの研究者なんですけども、この方がですね、いろいろこう考え出したもので、
要はジェスチャーですね、それを使っていろんなデジタル情報操作をしていくということをこう考えているわけです。まあ、分かりやすいのが今こう、ね、画面に映っているその、写真、これテッドっていうね、知ってる人は知ってるんですけども、非常にその先端技術のいろんなプレゼンテーションだとか、まあ、IT だけじゃなくていろんな分野の人たちが研究発表とかをしてるそのテッドっていうねのがあって、私は将来的にそのテッドで喋りたいなっていうのはすっごい思ってるんですけどもテッドの中でこうプレゼンしてね、こんなにすごいことが今できてるよっていうのをみんながこうねプレゼンする場所で、本当にその先端の技術をいろいろ知ることができます。でそこにあるURL、 あ、URL ちゃんと書いてなかったですね、すいません。それをちょっと直そうか、今ごめんなさいね、こうやりながらやるのがまたユーストのいいところなんですけど、こっちこうしないといけないな。でかつこれはちょっとこうずらしてこうして、でスライドショーに戻ります。ちゃんと調べときよって、調べときよって言うんですかね。このパワーポイントってね、ちょっと修正すると文字がねずりっとずれたりするのがどうも気に入らないとこなんですけども、まあそれは置いといて、これですね、今ビットリーの短縮 URL で書いてます。ビットリー .com の GC6TWA、 あ、これってそうよね、ツイートしろよっていう話ですね。もう一遍ちょっと脱出して、ここをコピーをして、でもう一遍戻って、ですね、ではでは、はい、リンクとシアター見てる方向けに、まずよいしょ、この URL です。またこれ後で見といていただければいいと思うんですけども、日本語訳してくれてる方がいるんで、TED の公式日本語訳のページです。でそこに、ですね、動画も貼り付けてあって、さらに、そこでこのプラナフ博士が喋ってることを日本語にちゃんとしてくれてるんで、それ読んでいただければ具体的にどういうことかわかると思います。でですね、この画面見てわかると思うんですけども、写真のですね右、左ですね、左の大きいこう指をこう広げて、マイノリティリポートで、やってたように、マイノリティリポートのですね中でこう映像をね操作するっていう、こうジェスチャーでやるとこがあるんですけども、あれと同じようなことがこうできつつ、かつ胸のところにね光ってるものが下がってるでしょ、あれ、これ LED じゃなくて、小型の液晶プロジェクターなんですよ。小型の液晶プロジェクターをこう首から下げておいて、で前にね、自分の前に投影するんですね。なんか前に壁があったら、そこにこうもそこに映像が映って、それを操作できるというようなものなんです。でかつ、その CCD カメラと、液晶プロジェクターがあって、CCD カメラがそこの前にあるもの、要はその人が、ユーザーさんが何を見ているのかというのを判断して、そこから情報を得て、それに関連する情報をその前に投影してくれるということになってます。もうちょっと具体的に言うと分かりやすいと思うんですけども、ですね、右側の上に、地図、新聞持ってて地図がこう映ってますよね。これ天気図の地図なんですよ。地図があって、で、そこに地図を見てる、天気を見てるっていう情報を CCD カメラでゲットして、で、プロジェクターがですね、そこに、天気図、今の天気の状態を重ね合わせてプロジェクターが映してくれるんですよ。こっちからこっちに風吹いてるよとか、この辺雨よとか、この辺雪降ってるよ、そういうことができる。でその下の手のひらにこう番号と映ってるの、これも見ての通り携帯です。携帯というか電話です。で手のひらに、液晶プロジェクターで番号と、で横にかけたい先のこう電話番号が書いてあって、とかその、まあ、その場でこう番号を押してこう電話するとかね、そういうことができる。あるいはアドレス帳をダーッと出して、手のひらに出して、そこをスクロールして自分の探してる人のとこピッて押せば、それで電話がかかるというようなものですね。まあ、こんなものが、できるよっていうのをこのプラナフ博士は研究してるんですね。
非常に私個人的にはこういうインターフェースめちゃめちゃ好きです。その日常の中にデジタル情報がこう溢れてくるというか染み出てくるというか重ね合わせる、あのですね、まあ、この辺またすごい話がそれるんであれなんですけど、なんとなくですねイメージ的には実際見えてる世界というその物理空間というか物理的な世界とそのデジタル情報の情報の世界ですね、情報空間というのがこう重ね合わせるような感じなんですよね。でこれって言うとそのものすごくね私的には日本人の感覚ってこれすごいよくわかるんじゃないかなと思うんですよ。で何を言いたいかというと日本のその神道の考え方、八百万の神というのがありますよね。いろんなものにこう神さん宿ってますせっていう話ですね。その台所には台所の神さんがあるし、トイレにはトイレの神様って歌流行ってますけども、そういうのがいますよとかね、奥戸さんって言ってその火の神さんとかね、台所の火の、釜を炊くその、神様がいたりとか、家の守り神がいたり、森にも木にも植物にも昆虫にも、ね、空にも海にも石にも川にも山にも、で辻辻には道祖神とかいう神さんがおったりとかですね、もうとにかく八百万でもう至る所に神さんがいるんですよ。どこにもかしこにも。でそういう感覚ですよね。そこにそれぞれのそのインテリジェンスのものが入っていて、でかつそれを操作することができる、コントロールする、要はそういう頭の中で描いてるイメージの部分と実際の現実の世界がこう重ね合わせてそれを操作することができると。これがですねすごく日本人的には私すごいそのフィットする感覚じゃないかなっていう気がしてるんですね。なんとなくその辺って前にちょっと流行ったアニメ、電脳コイルですね、あの世界、あれは本当にその日本人には分かりやすい世界観だなというふうに私は思ってまして、なんかそういうものをですねこう体現してくる、実現してくるのがこういうその技術ではないかなというふうに思ってるんです。さて、話を戻しまして、その辺の話しだすとねまたこれね1時間ぐらいずっとかかるんで、そのうちちょっとねやりたいんですけど、まだちょっとね私の中でこう綺麗に整理できてないというかね、伝えるようにこう整理できてないんですよ。自分の中ではいろいろこうあるんですけども形がこう出来上がってないんで、ちょっとまたそれを置いといて、じゃあこのシックスセンステクノロジー、こういう面白い技術っていうのは果たして実用できるのかで、実用化されるのか、どういうふうに使えるのかっていうところについて絞って今日はちょっとお伝えしようと思いますが、さてですね、実用っていうのはそもそも何ぞいやっていう話をねちょっとしたいんですよ。インターフェースの話をしていく場合にこういう実用ってそもそもどういうこっちゃねんという話からしたいと思うんですが、まず実用とはその1として特殊な業務で使う場合、特殊な業務というのは、まあ、専門業務ですね、特定の業務、例えばどっかの製造工場の中で使うとか、あるいはその教育現場だけで使うとか、あるいは何でしたっけね、そのまあ大体そういう職業とか、そのある職業の人が使うというイメージです。だから専用の機器というようなところで考えた場合に、これはですね、環境が特定されているんですよ。まあ、さっき見て工場の中で使うとか、あるいは飛行機の中で使う、飛行機のパイロットが使うとかですね、車の運転の時に使うとか、あるいは、何がいいですかね、その医療現場で使うとかっていう、そういうその環境が決まってるんですよ。こういう状況の中で使うっていう環境が、もう使う場所っていうのは限定されてる。でそれからですね、トレーニングを受けて使う、それを使う人たちは専門の職業に就いた人たちなので、それを使うトレーニングを受けて使うんですよね。その当然そうですね、飛行機のパイロットなんてその操縦とかいろんなことをトレーニングを受けてで使うというものですね。で、そういうふうにトレーニングを受けて使うものなんです。でそれから3つ目として、これ大きいんですけども、使う目的を知っている、その道具は何のために使うのかっていうのを分かってる人たちが使うんですね。これが特殊な業務でのある限定された業務で使うっていう、その実用っていう意味合いなんです。だからどういう環境で使うのか、使う人がトレーニングを受けて使うし、で使う目的を知ってる、これがですね、実用というその一つの、まず業務で使うというイメージです。それからですね、もう一つ実用っていう、その2と書きましたけど、こっちが難しいんですが、日常生活、
いわゆる一般ピープルですね日常の生活の中で、使うっていう実用性というのはどういう意味合いがあるかというと、まず環境は変化に富むと。もうどこで使うか分かんないです。家の中で使うこともあれば外に持ってって使うかもしれない。で家の中で使うといってもリビングで使うか台所で使うトイレで使う風呂場で使う寝室で使ういろんな条件があるんですよ。でその辺の環境っていうのはどういう風になってるかっていうのはそれはもう様々に変わってきます。でそれから2番目のトレーニング、さっきのトレーニング体制ですけれども、説明書も読まないですよね。これも誰しも思い当たると思うんですけども、最近の携帯電話、特に、スマートフォンとか言われる、スマホとか言われるやつなんて、説明書読みますか？読まないでしょ。パラパラっと見るかもしれないけど、あんなね、クソ分厚いやつ、最近はもうそれもついてないですね。CD ロムになってたり、オンラインになってたりとかいう、もう、500ページ、600ページ、当たり前の世界になってきてますから、そんなもん読んでるだけで2年ぐらい経って、もう読み終えた頃には新機種ボンボン出てますぜ、みたいな世界なんで、誰が読むねんっていう話ですよ。要するに説明書も読まずに使い出すっていうのが、この日常生活での実用なんですよ。ね、テレビなんか説明書読む人まずいないでしょ。テレビ使うのに買ってきて電源バコってもう差してもってアンテナつないで、でリモコンに電池入れてスイッチピッて押す、やっちゃいますよね。で、まあ、だからそれぐらいもうね、説明書読まないんです。トレーニングを積まないです全然。でそれから3つ目、これがね大きいんですが、使う目的が変化していく。これね本当にそうなんですよね。そのいろんなものを作った人そのはこういう風に使うっていうのを想定してるんですけども、使う目的がどんどん変化するんですよ。いろんなものに使っていく。例えば、家電なんかでもそうなんですよ。例えば炊飯器ありますよね。炊飯器ってご飯炊くもんだっていうのはまあ当たり前で、ご飯炊くために使うっていう風に開発者は作ってますけれども、どうも最近ねそういう中で炊飯器でいやパン焼いてみたとかね、ホットケーキ焼いてみたとか、シチュー作ってみたとかいう、そういう人たちも出てきてるんですよ。で、そういう炊飯器料理家みたいなのまで出てきてて、そんなメーカー考えてもいないでしょ、そんなことに使うなんて。で、後からね、メーカーの方が、マニュアルにそういうの付け足したりとか、あ、シチューに使うモードで作ろうかなとかね、そんなことやりだしてるんですよ。そんな風にどんどん変化してるんですね。で、まあ、ヘアドライヤーなんかにしても髪の毛を乾かすっていうのが普通だったと思ったんですけど、だんだんそれが洗濯物を乾かすとかにね、靴下乾かすときにこうやったら早く乾くよとかね、そんな風にこう使い始めてるんですよ。でそれから変化してきて、その温風でのその浴室乾燥機だとか、そんなものも出てきたりとか、もう要はユーザーの方が使う目的を変化させていくんですよね。最も最たるもんではないですけど、結構ね、かなり前ですけど、まあ若い人は知らないかもしれないけど、ポケベルっていうのがありました。もうあれサービスなくなっちゃったんで、ポケベルがその文字情報が送れるようになった時代に、ですね、それは当初そのポケベルなんてビジネスマンばっかりが使ってたんですよ。ビジネス目的で、まあ当然ですよね、その営業で外回りしてる人に、その至急誰それさんに連絡してくださいとか、そういうのを簡単な、本当に30文字ぐらいでこう送ってやり取り、送ることができてたんですね。ところが、それがですね、いきなり女子高生とかに広まりだしたんですよ。まあその当時、携帯電話とかもやっぱり結構高かったしですね、契約するのに。で、かつその頃はまだ i モードとかそんなも何もなかったですから、電話する以外に方法なかったんですよ。で、ところがポケベルを使うと安い料金で、しかも公衆電話から番号で打つと簡単なメッセージを送ることができるっていうのが分かって、高校生がね、そういうやり取りするのに、お互いに情報のやり取りしたり、どこそこ集合とかって送ったりするのにポケベルを使い出したんですよ。でそれはね、ポケベルのサービス会社がそんなもん想定してなかった使い方なんですね。でこれは知り合いから聞いた話なんですけども、そこはですね、まあ、証券会社とかやってたとこなんで、証券の株価情報をねポケベルに流してたんですよ。ユーザーさんのサービスとして。でところがですね、
女子高生が使い始めてやたらポケベルが混み出したんですね。そうすると株価情報が遅れて届くようになってえらいクレームを食らったと、そういう風にですねあって、ビジネスマン以外がこんなにいっぱい使うのかっていう風になってきて、まあ、そこから先、まあ、ポケベルがね一般の人たちがどんどん使うようになって広まってったりとかしたんですけど、そういう風に使う目的っていうのがどんどん変化します。で、開発者とかメーカーが思ってもいなかったような使い方をし始めるんですね。まあ、そういうことが出てくるのが日常生活、まあ、ここに書いたもので、環境をどういう環境で使うかわからない、説明書を読まない人たちが使う、でかつ使う目的が変化していく、これがですね日常生活の実用なんですね。この大きな違いというのをまず押さえておかないと、その実用になるかどうかっていうのはわからないと思うんですよ。このこっちの最初の、業務で使うというのと日常生活で使う、この実用っていう意味がもう全然違うということをまず頭に入れておいてください。でですね、さらにこの日常では難しいという、その環境が違うとかね、目的が変わるというこの辺の難しさで、インターフェースを作る難しさはここにあります。日常の相反する使い方というのが実は出てくるんですね。まあ、ここではですね、特にその日常生活っていうところのその実用性っていうことについてだんだんちょっと掘り下げたいと思うんですけれども、日常生活で相反する使い方っていうのは頻繁に起きます。で、例えばですね、ここに3つほど例を書きましたけども、晴天の太陽の下でこうめっちゃ眩しいとか明るいところで使う VS 寝る前のベッドの上ですね、これ全然違いますよね、使う明るさが、使う時のさっきの携帯電話とかスマホとかね、そんなん、分かると思うんですけども、めっちゃ明るい眩しいぐらいね、夏のもうカーッと照ったその炎天下の下の眩しいところでこうね、携帯のメール読もうとしたら読めへんでしょ、もう明るすぎて周りが。だから一番こう輝度の明るいとこ持っててね、光らしてなんとか読めるとか、で、ね、カメラとかでもデジカメなんかでもそうじゃないですか、ね、裏に液晶のモニターついてますけども、外で撮ろうとするとあれ明るいとですね、あ、この液晶に何映ってるのかようわからんかったりするんですね。で、だからフードつけてこうちょっと影作ったり、手でこう影作ったりとか、そんなことしないとこう写真撮れなかったりする、まあ、ファインダー覗けよって私なんか言うんですけどまあ、ただとはいえね、携帯のカメラとかってファインドとかついてないから、液晶画面で見るしかないんですが、まあ、そんなところと、じゃあその明るさで寝る前のベッドの上でこう見たらむっちゃ眩しいでしょ、ね、蛍光灯見てるぐらい、なんかうわっとってこんな読まれへん、あ、眩しすぎっていう、こういうね、相反する使う、暗いところで使うっていうのとめっちゃ明るいところで使うって、これ両方満足しないと日常生活は使えないんですよ。で、それから、まあ、2番目として、今度温度とかね、湿度とかそういう話で言うと、炎天下の車内に置いてかれることもありますね。それこそああいうディズニーランドみたいなところ行ってこうね、車止めて、でその車の中にこう持ってこう、重たいからめんどくさいからって置いたままにして行くとか、まあ買い物でもいいですけども、その置いたままにして炎天下の中になると70度とか車内の温度になりますよね。なんだ、めちゃめちゃ暑いところに置いて、置きっぱにされるんですよ。30分とか1時間とか、場合によっちゃ、ね、遊園地なんかやったら本当にもう4時間5時間平気でそんなところに置かれるわけですね。で、一方ですね、まあ、この今年の冬みたいにドカ雪になると、雪の中に埋もれてるわけですよ。もうね、そらマイナス1度2度当たり前みたいなところにこう置かれて、かつそうなると結露したりとかですね、いろんなことが起きるんですよね。寒いところに置かれてると、ね、そこにその冷たいから金属のものとかには結露してきて、氷がね、薄い氷がついたりとか、いろんなことが起きるわけですよね。だからそんな中にある、そういうところと、その70度とか片や行くその車の中って、このだからカーナビとかね、カーステとかの、あと車の制御するコンピューターのね、あれの条件ってほんと厳しいと思うんですよ。片や70度、片や氷点下っていう、このね、どっちでも動くようにしとかないと、これね、特に車の制御のコンピューターなんか狂ったらえらいことになりますから、大事故起きますからね。だからその辺の条件、これ両方の相反する、めちゃめちゃ暑いのとめっちゃ寒いのと、これ両方クリアしないといけない。
でそれから3つ目、これがすごく難しいところなんですけど、日常生活になるといろんな人が使います。でおばあちゃんの手 VS 高校生の手ってこう書きましたけれども、本当そのね、おじいちゃんおばあちゃんが使う、そのおじいちゃんおばあちゃんの手で、まあ、スマートフォンだとか、ああいうね、さっきのまあシックスセンスなんかそうなんですけども、そのジェスチャーでこうやるようなものとか、手の動きとか体の動き、表情だとか、そういったもので操作するとかいうなってくると、おじいちゃんおばあちゃんのその手の動きとか、あの触る感触とか反応とか、表情だとか声とかね、喋り方とか、そういうものと高校生のあの手の大きさ、喋り方、動き、声のトーンだとか、もう全然違いますよね。で、こういうその人によって全くこう違うものを使ってやらないといけない。ね、携帯のボタンの大きさ一つにとってもどういう大きさがいいのか、どれぐらい押したときに、そのスイッチが入るようにした方がいいのか。テレビのリモコンなんかも本当にね、あのいろんな変遷を経て今のような形になってきてるんですけども、やっぱりリモコン、テレビのリモコンってある程度やっぱ大きさがないとね、結構年配の方になると老眼になってきたりするんで、そのボタンがよう分からへんなりするんですね。で電源のボタンはこうね、今ってだいたい赤とかの色になってたりすると思うんですけども、それはあの分かりやすくこうなってるんですよ。でよく使うやつはでっかいボタンにしてやったりとか、そういうことをこう変えてどん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 こうやってるんですね。でさらにテレビみたいなものになると、ここにもっとね、あの幼稚園の子供とかちっちゃい子のでも操作するというのも入れていかないといけない。だからこういうそのインターフェースっていうのは、日常で使うインターフェース、こういうね、いろんな相反するものを満足させていかないと使えないものになっていく。この辺がすごく難しいところなんですね。さてもう一つ、ここが情報デバイスは特に、大きなところだと思うんですよ。見せたいと見られたくない、この相反するところをクリアしていくっていうのが、この今後のですね、情報デバイスの大きな課題になってくると私は思ってます。もうすでになってるんですけれども、新しいデバイスはかっこいいっていうふうに書きました。まあその通りですよね。新しいデバイス、iPad とかね、 Kindle とかね、 iPhone とかね、iPhone とか出てきた時にみんなこう電車の中でとかね、ちょっと人のいるところでこうちょっとかっこよく使うっていう、まあ新しいもん好きの、まあ、私なんかもそうなんですけど、やりたいじゃないですか。なんか人にこう使ってるところを見せて、こうどうよっていうね、それを使ってる自分に酔うっていうのが絶対あるんですよ、そういう要素が。これね、面白かったんですけど、ですね、託児所とかありますよね。その子供をこう預けるところですね。託児所とかで、あるところがですね、一つあのウェブカメラと、それからその入り口の指紋認証っていうのをね、これ取り入れたらしいんですよ。で、ウェブカメラをつけといて、お母さんがその例えば家からとか職場先からこう携帯とかでアクセスしたり、パソコンでアクセスして、その託児所の様子がこう見えるというので安心できるっていうサービスですね。でそれからその指紋認証を入り口につけたっていうのは、その全然関係ない不審者がこう入ってくるのを防ぐという意味で、そこに来てるお母さん方は全員スタッフとお母さん方の指紋全部登録して、指紋認証で、ロックが外れるようにしてると。そうするとお母さんとしては安心ですよね。その全く関係のない第三者が勝手に入ってくるっていうのがありえないので、でだからそういう安心感ということで結構ね、それが受けたというのがあって、プラスですね、そこを運営してた方に話を聞いたんですけども、面白かったんですけど、なんとなくね、そういうなんかかっこいいっていう、自分がそういうね、あのハイテクを使ってるっていうかっこよさも結構人気があった。特に指紋認証みたいなものって、そうね、あの日常使うもんじゃないんで、そこに自分が登録されてるっていうのとか、優越感とか、自分がそんなハイテクのものを使ってるっていうのをこう人に言ってこう楽しめるというね、なんかそういうそれを使ってる自分に酔うっていうこの楽しみがあるんですよ。新しいデバイスだとか、そういう新しいテクノロジーのサービスだとかものって、特にガジェットケース、ガジェットってそのスマートフォンだとか、ああいうものですね、はあの自分に酔うっていう楽しみがあるんですよ。でだからここは人に見られたいんです、見せたいんです。
うん、いろんなとこで自分がこんなことをやってるっていう、ほらかっこいいでしょどうみたいなのは、先端行ってるでしょ、生きてるでしょ私みたいなのをこう見せたいっていう欲求が絶対ベースにあるんですね。だから見られたい、見せたい、見せたいっていう欲求がある。ただ一方でプライバシーは見られたくないんですよ。これはねすごくありますよね。もう一番わかりやすいのがあのメールです。メール、携帯のメールってやっぱりね、隣の人に見られたくないじゃないですか。電車の中とかバスとか座っててこうやってる時に、電車なんて日本の電車とかねやっぱり狭いんで、隣の人との距離ってすごい近いですから、ちょっと横見たらもう見えるじゃないですか。で立ってても後ろからこうあの覗いたら見えてしまうし、そこら辺をねこうやっぱり見られたくないですね。誰にこう打ってるのかとか、パソコンとか開けてこうメール打つ人いますけども、やっぱり横から丸見えなんですよね、メール打ってるのとか。まあ何でもないメールやったらいいんですけど、やっぱりねその仕事のメールとかはやっぱりちょっと問題になる可能性もあるし、そのプライバシーでもやっぱりねその相手に住所とかなんか名前とかそんな打ってたらそれ全部見えるわけですよ。でそういうのはやっぱりねそんな見られたくないっていうのがあって、今ちょっと思い出したんですけど、昔ね電車の中でもう結構遅い時間にもうあの仕事すごい疲れてねあの帰ってきたんですよ。もう残業がすごい続いてて、もう終電近いぐらいだったんですけども、でそこにまあ酔っ払ったおっちゃん、ちょっとほろ酔い気味のおっちゃんがですね、おもむろにこう気だるそうにカバンかノートパソコンをガーって出してきて、バカッと開けてね、なんか思い出したようにメール打ち出したんですよ。でどうもあの飲み屋のお姉ちゃんに打ってるメールみたいで、何々ちゃん今日は可愛かったよみたいな打ってて、おっさおっさとか思って、これ横から丸見えないやけど、でまた見えにくいからかは知らんけど、あのフォントがでかいフォント使ってるんですよそれはあかんやろとか思いながらね、だからそういうそのそういうことがあるわけですよね。こう片っぽで、見られたくないものが見えちゃうんですよ。で、まあ、最後に書いたこう iPad での電子メール VS 携帯メールっていうふうに書きましたけど、 iPad でねじゃあ、電車の中とかでこう電子メール打つかっていうとちょっとやりにくいですよね。あれは読みやすい、読みやすいイコール自分だけじゃなくて周りの人も読みやすいんですよね。電子メールね、でやっぱり携帯のメールって画面ちっちゃい、読みにくいけども周りの人からも読みにくいで、携帯になんかってあの、わざとその他の人から見えなくするようにその薄くちょっと黒っぽいシール貼ったりとかしてるじゃないですか。あのセキュリティとか言ってセキュリティシールとか言ってなんかね、プライバシーシールとか言って薄い黒っぽいフィルムとか貼ったりとかしてますけども、あんなようなことがこうできるようになってますよね。そういう風にしたいっていうのが一方であるわけです。だからまあそういうことがあるので、なんていうのかな、こういうその見せたいっていうのと見られたくないっていう相反するところをこう新しいその情報端末とか情報デバイスとかはほっとこれからねこの辺が大きい課題になってくると思うんですよ。でそのさっきのシックスセンスですねの話でいくと、この、ちょっと戻しますけれども、この写真にあったようにですね、こういうそのいろんなところに表示して、そういうその要はこれってディスプレイをなし、ディスプレイレスで使える情報端末ということなんですけど、それはそれでね発想としてはすっごい面白いし、私としてはものすごい好きなんですけども、ただそれをやると周りの人にも見えるっていうことが、果たしてこれがどこまでね、許されるのか、その辺の線引きをどこに持ってくるのか、かといって一方でヘッドマウントディスプレイっていうのありますけど、そのメガネゴーグルみたいなのつけてね、そこにこう文字表示したりとか、メガネの横にちょっとちっちゃいその光を発するそのなんていうんですか、プロジェクターというか、まあ網膜の方に映すようにするんですけども、そういうのを使って情報表示とかもできます。そういう方法もあるんですよね。でただそれは私も
もうほんと昔にそのウェアラブルコンピューターとか言われ始めた頃に試作品とかちょっと借りてね、あの使ってみたことがあるんですけど、確かに面白いんですよ、めちゃめちゃ面白いんですけども、ただ一方であれはあれで問題は、他の人に今度見せたい時に見せれないんですよ。自分しかわからない、自分だけ見るにはパーソナルのツールとしてはすごくいいんですけども、ただそれを周りにいる人と、あ、地図にはこんな風になってるよとかね、あ、次の電車こう、この時間来るよとかいうのをこう見せたいとか、特に地図とかね、こう見せようとした時に見せれないんですよ。自分は見えてるんですけど、相手に見せることができない、共有ができないんですね今度で。共有するにはここにあるシックスセンステクノロジーのような、あ、何かにこう投影してそこで見せるっていうのはすごく分かりやすくて、他のね、隣の人がそういう何も持ってなくても見えますから、あのこれはすごいある意味便利なんですよ。だからこの共有したい時にはこういうものが必要だし、かといって電子メールみたいなものをプライベートなものに来たものは見せたくないから、こういうもんで表示しちゃうと周りの人誰でもが見れるっていうのはまたそれはそれで問題になるんです。このあたりの区別をどういうふうにしていくのか、線引きをどうするのか、そこら辺もですね、が今後あの大きい課題になってくると思うんですよ。デジタルデバイスのそのところの情報をですね、プライバシーというかプライベートで使う情報と共有する情報の、見せ方っていうのをどういうふうに切り替えていくのか、多分このあたりがですね今後の大きい課題になってくるんじゃないかなっていうのは私は思っています。まあそういうことがあってですね、まあインターフェース課題ということで最後ちょっと締めとして書いてますけれども、まあその辺のね、この基本的なものとして考えられるその今後のデバイスの開発とかね、そういったことで考えなきゃいけないなと思ってるのは、エンジニアっていうのは、まあ私もプログラマー、もともとねプログラマーでそういうコンピューターのソフトウェアの開発とかやってきてたんでよくわかるんですけども、エンジニア、まあ物開発する人は誰でも、クリエイターとかでもそうですけども、何々〇〇を実現したいっていう発想から来るんですね。要は最初に用途を決めるんです。こういうことやりたい、こんな風にこんなことをやってみたい、こんな風に使いたいっていうのがあって、そこから用途が決まってから開発が始まる。まあ当たり前ですよね。月にロケットを打ち上げたいって思うからロケットの設計とか開発とかこうやり始めるんですよ。でところがその実用というところで、話しましたように、じゃあ特にのその日常生活のユーザーさんってどうかというと、実は使いながら用途を考えている傾向がすごいあるんですね。使いながら、最初はこういう目的みたいなのがある程度こうあるんですけど、ただ使いながら、あ、こんなんも使えるやん、こんなふうにも使えるんちゃうかって言って、どんどんこう用途が変わっていくんですね。使いながら用途が変わっていく。で、エンジニアは用途を決めてから開発する。で、ユーザーは使いながら用途が決まっていくって、ここのね、ギャップがあるんですよ。このギャップを埋めることっていうのが今後の情報デバイスっていうのにはものすごく要求されてくるんじゃないか。まあ今までのその開発ものの開発製品作ったりいろんなものっていうのも当然こういうことはあったんですけれども、ただそんなに強烈ではなかったと思うんですよね。で、ところが今後はですね、その情報デバイスっていうのは、あの情報というものがちょっとね、なんていうんですかね、その普段のモノ、サービス、そのマテリアルというかですね、手に取れるものとしてのその出来上がってくるものだとか、使い方だとか、それとはですね、かなりもっと情報、あの、なんていうんですかね、レベルって言ったらおかしいんですけど、分野がちょっと違うんですね。情報というそのかなりそのプライベートなものだとか、他に知られたくないこととか、そこと共有したいこと、知りたいこと、見せびらかしたいことっていうのがこうごっちゃになってきてる中で、どうやってこのギャップを埋めていくのかっていうのがすごく難しくなってくる。で、ユーザーさんがその使いながらどんどん用途が変わっていく可能性がすごく大きいものがあったり、電子書籍なんかはね、本当にそうだと思うんですよ。今後ね、あの今みんなが思ってる電子書籍という言い方と全然違う用途が今後出てくるはずなんですよ。そんなものをやり始めたら、まあ一つその自炊なんていうのがね、今広がり始めてますけども、ああいうのもあんま考えてなかったと思うんですよ。そんなユーザーさんが自分たちで本をバソバソ裁断して、
スキャナーでガンガン読み込まして、で PDF ファイルにしてデバイスに入れ込む、それはやる人はいますよ、やる人はいるけども、そんなのはごく一部の人かなと思ったんですけども、ところが今やもうそれがビジネスとして成り立つぐらいに使う人たちがいるという、これはね多分ね電子デバイス作った人たちはちょっと予想外だと思うんですよ。だからそういうことが起きてくるんですね。なので、もっとね全然違う使い方、情報デバイスというのは出てくるはず、出てくるんですよ。なのでそのギャップをどう埋めていくかっていうのが、今後その情報デバイス、情報端末、情報サービスを使っていく、メーカーなり企業なり開発者なりに求められてくることだと思うんですね。だからもうちょっと広いこう視野を捉えて、いろいろな物事開発するにはやっぱりどっかにコッとフォーカスして開発しなきゃいけないっていうのがあるんですけど、もう一方で広い視野で物事を見るっていうところの、そのユーザーさんの日常生活とかっていうところから発想するという、この2つの視点をうまくこうね使っていかないと、今後その本当の意味で使えるものっていうのができないんじゃないかなっていう気がしています。まあ、ということで、ちょっとシックスセンスですね、についてはどうなのっていう質問が前のその時にあったんです。私的には、特殊用途、ここに書きましたけども、まず、その、特殊な業務での実用性っていうところにシックスセンスデバイスなんかは入ってくると思います。当然もうウェアラブル PC の頃からそういうものが入ってきてて、その具体的にはね、その飛行機の整備工場なんかでは、整備するエンジニアがね、いっぱいマニュアル山ほど持ってそんなうろうろできないんですよ、やっぱり重たいしね。それを電子デバイスにして、電子デバイスじゃないわ、デジタル化して、PDF ファイルとかにして、そのウェアラブル PC で腰につけたハードディスクとかに入れといて、でヘッドマウントディスプレイみたいなんで、こうそこのマニュアルをコントローラーでね、指先のちっちゃいコントローラーでめくって、その配線をもう一遍チェックしたりとかね、緑の配線は何につながってるとか、黄色は何につながってるとかね、そういうのをこうチェックしてやると、やっぱり自分の記憶でやってたら絶対間違いますから、危ないですから、そのマニュアルにやっぱり基づいてチェックしないといけない。でもチェック項目はもう何千とかありますからね、そんな全てそんなマニュアル持ってうろうろしてたら、もうとてもじゃないけど大変なんで、それをデジタル化しといてやる、そういう風に使われ始めてます。だからそういうところで、シックスセンスのデバイスっていうのは、そういうそのある特定の用途で使うっていうところからどんどん入り込んでくると思うんですね。そのマニュアルみたいなものを、重たいのを持って歩けないと、持って歩いてたら本当に大変だとか、あるいはそのディスプレイみたいなものあまり使えないとか、あるいはそこにいる2人3人でチームでいろんなことを決めなきゃいけないとか、やらなきゃいけないときに共有するデジタル情報が必要になってくる。でそれを取りに行ってたら効率が悪いから、その場でこう表示できるような設備がいるとか、まあ、いろんなものがあると思うんですよね。だからそういうところにはこう使われてくると思うんですよ。でそういう段階を経て、それから日常生活のコンシューマー向けのデバイスとして登場してくる。なので、そこがね、出てくるまではかなりまだシックスセンスデバイスみたいなものはちょっとね、時間がかかるんじゃないかなと。一部の新しいもの好きにはそういうものがこう受け入れられて入ってくるんですけれども、ただじゃあ使えるものかどうかっていうのはまた別、日常生活一般のユーザーが使えるものになるかどうかっていうのはまたちょっと別の話なんで、少し時間がその辺はかかるかなという気がしています。ということで、今回はこのシックスセンステクノロジーは使えるのかということについてお伝えしました。ありがとうございます。